はい、こんにちは、こんばんは。今回は、オイル交換の時に、熱くない、そして、手が汚れないための、道具を、紹介したいと思います。やっぱりね、手を汚したくない、そしてね、エンジン消した後にオイル交換ですごく熱い時とかありますよね。その時のためにちょっとね、便利な道具をちょっと作ってみましたので、作ったというより、まあ、合体させてみたので、ちょっと紹介したいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。はい、それでは紹介していきたいと思います。こちらがフレキシブルアングルドライバーというものですね。なんかアマゾンで売ってましたんで、ちょっと買ってみました。こちらビットドライバーですね。ビットドライバーなら何でもいいと思います。回すだけなのでね。で、こっちが、ソケットアダプターですね。差し込めば、8分の3の、ボックスが作るようになります。こうやってビットドライバーをつけまして、で、先っぽに、ソケットアダプターをつけると、これでボックスがつけれて、アングルで、緩めたのが回せるような感じですね。熱くないし手が汚れないかと思います。で、こっちは緩かったんでね、収縮チューブで固定しております。このようにね、まあ、ちょっと位置は固定されないんですけど、意外と、自由に動いて、いろんな角度でも、まあ、内容的にはこんな感じですね。構成もこんな感じです。まあ、大したもんじゃないですけどね、手が汚れなかったり熱くなかったりして、便利かと思います。またね、商品の方は概要欄に、説明しておきますので、まあ、参考にしてみてください。それではよろしくお願いいたします。やる気が出ますんで、チャンネル登録の方どしどしよろしくお願いいたします。お待ちしております。